こんなんでベアコインをプラスにするよりは、普通になんか多分この何始まってえってか気持ち悪い、始まってからすぐに手に入るようなベアコインの場所ステージを探すことから始めた方がいいだろう。なんなんだよこいつマジで。うわハリネズミ、うわハリネズミもどっちかっていうと2の方が好みだな。ちょ、危ねえ。あ、当たり判定ないんだこいつ。なんだ味方じゃん。じゃあサンキューな。気持ち悪いとか言って悪かったね。持ってけと、あーあーちょっと、うわー最低。ベアコインだっていいか。こいつ当たり判定ないことが分かったんだったら、これすごい扱いやすいモンスターに見えるな。アニマルフレンズ的な、何これ。おお、バナナ取り放題。スコークスいるんだね。スコークスはでも、ワンにはいなかった。よね。ワンってなんか似たようなやついたけど、ワンのスコークスなのかな？なんかさ、明かり照らしてくれるだけだったからね。うわ、どうしよう。ちょ待って、 B そこにあるんだけどさ、 B そこにあるんだけど、このまま行ってもいいのかどうか悩みどころ。あ、でもあそこで終わりだから一旦こっちに戻ってくんだな多分な。バナナ15つかめ、ベレレン。うわうわ、何、危ない危ない危ない、これやばいやばいやばい。あー早え。ちょ、待って、もう一回行かしてくれ。てれれ。ここちょっと難しいぞ。はい。はい。下にも行かなきゃいけないタイミング来そうだしな。そんなこと、あ、ないのか。あ、このジンガーの周りだけで完結してんのかな。なるほどね。で、最後、わあ、最後、なんだっけ、バナナコイン取ると、だあ、まあ、時間には余裕あるか。あぶ、全然これ焦らなくていいな。それ用にちゃんと時間を設定されてある。焦るな。勝ち取れ。よし。で、こう。オッケー。ベアコイン。うわ、怖っ。急にそういうことされると焦っちゃうよな。うわあ、ああ、あ、怖っ。はい、この軌道に慣れないとね。この上もなんかありそうだけどな。まあ、ないか。うわあ、もう何、そういうこともあんのか。ディクシー、帰ってくれー、帰ってきてくれー。おい、おい、呼ぶねー、バカ者。こいつ何なのマジで。フェイスハガーみたいな。お、お、ちょっと、危ね。え？樽を持ってこなきゃいけないんだ。あぶね。まあ、いいか。あれ？関係なかった。あそこ落ちること関係ないのか。どういうことや。ちょ、待って、もう中間取ってるからな。あとはゴールするだけなのよ。ここでの失敗は許されないということですよ。つまりはね。あ、俺、一旦下に降りる？いやーん。いや、ディクシーの、なんか上行けるんですけど。N。え、中間取っててそれなの？危ね。危ね。
危ないんだよ、もう。危ない。危ない。よっ。帰っておいで、ディンキ。元の世界にお帰り。よっ。怖えな。よっ。長いぞ、このステージ。こういう怪しいところはね、どんどん降りてったりとか、した方がいいよね。まあ、まず。やばい。にゃいん。はい。ナイス。まあ、まず下に、何、穴がないだろうみたいなところはさ、積極的に降りてった方がいいよ。ここら辺下降りれない？今 G あったよな。G あったんだよな。まあでも G 取るためだけに下降りるかっていう。降りちゃうんですけどね。降りれねえ。降りれねえじゃん。G。ちょっと。赤ジンガーが邪魔で降りれませんけども。しょうがないな、俺はね。パパラパパパパ。ブラッシュの小屋。あー、ベアー族ってことも。は、最近うろついてるコングたちか。アプなしでこのブラッシュ様の小屋に来るとはどういうつもりで。リバーサイドレースに行ったか。俺様のタイム、お前のタイムだったのかよ。貴様なら、おう、2倍、え、怪我でもしたいじゃん。それでタイムが超スローなんで。まあ、10秒ちょっとぐらいだったな。礼儀も知らねえ。これあれか、勝てばいいってことなのかな、レースで。レースで勝ったらなんか、言ってくれんのかな。まあ、いいか。あ、わかった。この、旗？旗だ、DK。コイン取ってるか取ってないかって。え、このしょぼんとしてる旗は何なんだろう。しょぼんとしてる旗はびっくりすらついてないよっていうことなのかな。何にも取ってないよっていう。確かに何にも取ってないんだよな。オリコーエリー、エリーめちゃくちゃフィーチャーされてるじゃん。ん、ほい、お、ナイス。いや、出たよ、こいつ。下に何もない。よし、しゃぶね。エリー。助けて。え？何このマーク。臆病なのはどこ行ったの？踏んで倒せないんかい。ま、全く知らん。右下の表記出てきたけど。わあ。これ、吸うのかね？何これ ?LR? あ、あ、あ、おお、あ、なんだ、水メーターなのか、あれ。なんか、てっきり数字のメーターだと思ってたら、水のメーターなのか、これ。おお、はい。はい。はい。あ、危ねえ。こっから行けるかな。あ、ダメだ。あ、くそ。あ、いでー。あ、おお、ナイス。なるほどね。やっぱ、あえてジャンプする必要はなかったね。そういうもの。あ、こうやって吸って、出して、あ、危ねえ。吸って、置いて、で、出して、吸って、置いて、時間が、時間が全く足りんかったけど。ちょっともう水もねえよ、もう。もう後でさ、あと。ああ！もう一回行くぜ。やり直すと。はい。
あーギリちゃん、しょうがない、続、うわっ、ちょ待って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 、危ねえ危ねえ、えあ、赤ジンガーって TNT で倒せんだ、あ、ちょベア来い、ベア来い、へえ、赤ジンガーって無敵じゃないんだね、そいつは知らんかった、ピュッ、うわほい、あ、ちょっと。すー、ああ。こう、微調整。めっちゃむずくない？はい。ナイスー。え、まだ中間なん？てか、死にすぎたな、さっきが。大丈夫か、これ。ほっ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 。オッケー。いないところもあんだね。こう、でもこう、ああ。そういや、これ下なんかありそうだな、あ、潜れない、ダンボくん、ダンボじゃねえけど、エリーって潜れないんだ、あぶねえ、これ、あ、これ斜めに出すのって上、十字キー上に押してれば大丈夫なんだね、なるほど、そういう、この、あれだね、お腹膨らんだ、あ？これ一旦戻ってくるやつだ、多分。この先エリー禁止。この先エリー行けませんよってエリアが出てきて、戻ってきて、あのボーナスタル、ボーナスバレル。ちょっとだから、危な、危ない危ない危ない。に行くタイミングがありそうだね。これどうなんだろうね、そのままこの、うわあ、処理落ち、処理落ちマン、高所からエリーでも水にバーンと落ちれば沈むのかな、これはここにこう置いてジャンプするためのものでしょ、え、乗れないんだが、え、え、当たる、当たるくないこれ、え、大丈夫、あ、大丈夫なんだ、へえ、ピュッ、ベアッ、いや、なんかエリー一人でやれることいっぱいあるな、あ、来たー、これでもゴールでしょ、これ多分だからこうやってさ一旦戻るんじゃないのかな、でもいいやクリアするっていう、まあ戻ってみましょうか、さっさっさっ、道中なんか変な敵はいなかったと思うから、うおー、ほー、あ、ダメだ、戻れないじゃん、あ、やっぱじゃあ高所から、え？高所から行くしかないのか？はい、ということで、恐怖の毒蜘蛛ボスアーリックに行きたいと思います。ちょっとね、あの、名推理が外れてしまったんで。何何？やっぱ蜘蛛だったのか、あいつ。おぉ、なんだ？なんだこいつは。下から上にあ、なんだこいつは。何？顔に当てればいいのかな？いまいちよくわからないけども、これディクシーだったらすぐ倒せるみたいな。やっぱりね。ディクシーゲーだ、これ。ディクシーが死んだら、辛いやつ。ほら、来いよ。はい。ああ、なに？ああ、ちょっと。ああ、ちょっと。弾けないで。
3発と相場が決まってるよ。はい。ああ、おお、危ない危ない。ああ、もう当たりに行ったまであるわ。ちょっともう絶望的なんだけど。ちょっとやり直したがいいまであるわ。ちょ、1回目は、最初はやはり、リンキーで、やるべき。ね。で、ここで、右上に、樽が移動したタイミングで、ディクシーに入れ替えて、そっから戦う。勝手に当たってもらうと。これが、ようござんすね。はい。ほんで、この、これが発生した、ちょっと、タイミングで一旦変える。ことによって、被弾しても、まあ、いいだろう、みたいな。空気を匂わせて、危ね。で、陸地で。若干スピードも早まっている気がするね、これ。ほんで、これをちゃんと避けると。一回目右いた方がいいな、これな。危ね。ちょっと、やめて。あ、でもこれランダム？でもなんか、規則正しい感じに飛んでる気はしないでもないな。はい。あ、そんな感じするな、やっぱり。よし。あー！うわ、怖っ。こうして、規則正しい感じには飛んでるから、最後の一発だけ、これだけ避ければいい。いや、ちょっと絶望。これは絶望的だ。下から上に当てなきゃいけないのかな。荒野。ああ、樽持ってる間って、うわ、まあ、2発目をね、難なくって感じですね。3回目からなんか来るから、変なのがね。ああ。3回目の軌道と4回目の軌道違うね、やっぱりね。こうして、あ、置きゃいいのか。置きゃいいんだわ。なるほど。くるくるくる。ディクシーがくるくるしております。で、待って。ディクシーくるくる。ディクシーくるくる。交代して。はいはい。ナイス。で、置きゃいいのよな。これでオッケー。はい。さよなら。はい、残念。え？その、バッテンもコレクション要素なの？すごい勢いで出てくけど。上行ける？なんか、素材を手に入れたから、あ、それによって、この、なんだ、モーターボートが直っていくのかな？パッチ、それが欲しかったんです。それ欲しかったんです。ちょっと待っててください、コングたち。パーツやっと揃いました。ミーが囲いホバークラフト用意します。ホバークラフトを直したりとかそういうことして、あ、え、モーターボート、あ、ホバー、あ、違う。ホバークラフト。おぉ、これで、これも乗り越えていくと。滝の上行ける？あ、これはいけないんだね。でもこの滝の上も行けるようになんかなるだろうね、そのうちに。じゃあ、あの、音ゲーじゃない、覚えゲーやるか。はい。まだ簡単だね。で、これ、何回もやることになったりするのかな？後半やばそうだな。この記憶力も衰えてきた段階でさ。悲しい。悲しいな。自分で言うことじゃねえな、それは。あ、ここなのかな？次行くところは。二箇所行けそうだね。この先に真ん中行くか。
でも真ん中行ったところでなんかダメとか言われそうな、あ？雰囲気も。エカ、メカノス工場の島。あ、いいね。ファイアーボールカービンということで、なんだあの右の浮いてるやつは。あ、浮いてるんじゃん。吊るされてんのか、あれ。ということでね、ワールド2もクリアしましたので、今回はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければね、次の動画で会いましょう。またね。